ドワイ法のロイド・ジョージ伯爵は連合王国貴族の伯爵員。元イギリス首相、デビッド・ロイド・ジョージが1945年に除されたのに始まる。初代ドワイ法のロイド・ジョージ伯爵デビッド・ロイド・ジョージ。自由党の政治家で1916年から1922年にかけて巨国一致内閣の首相となり、第一次世界大戦と、 その戦後処理を指導したデビット・ロイド・ジョージが1945年2月12日にカウンティ・オブ・カーナーボンにおけるドワイフォーのグーイネズ死爵と共に除されたのに始まる爵位である。初代白の死後、爵位は長男・リチャードが継承した。リチャードの死後にはその長男を引くウェインが継承し、彼の死後はその長男、デビット・リチャードが継承した。彼が2015年現在の当主である。 分流としては、天秤主尺家が存在する。同家は、初代白の次男で自由党の政治家として、内務大臣はじめ政界の役職を歴任した、グー・イリムが1957年に除せられたのに、始まる家である。現当主である第四代ドアイ法のロイド・ジョージ白爵デビット・リチャード・ロイド・ジョージは、以下の尺を有する。法廷推定相続人は四代白の息子である。 クーインネズ施策ウィリアム・アレクサンダー・ロイド・ジョージ。ありがとうございます。